皆さんこんにちは。これからたびたびお世話になります。マリサです。よろしくお願いします。ちょっとちょっと。なんで以前の動画流してるの？なんでって。これが一番再生回数稼いでいるからね。いやそうじゃなくて、なんで我々が、こんな再放送に、付き合わされているのかってこと。決まったことなので、しょうがないですね。しょうがないって、誰が決めたんだ。うぷ主です。ずいぶんかっこいい音楽使ってるけど、許可は取ったのか？取ってるわけないですね。ネットでは無料音源が、ゴロゴロ落ちていますから。おいおい、行き過ぎちまったぞ。どこ行くんですか？大丈夫ですよ、すぐに戻ってきますから。ほらね、やっと戻ってきましたね。車を紹介しますよ。本日は日本人のカーチューバーには全く相手にされないアウディ S5 スポーツバッグ。 S5 って人気ないのか？そこはまあアウディですから。日本人はベンツや BM が大好きですから。確かにな。随分かっこいい車だな。でも最近フェイスリフトがあって、片落ちになっちゃったんですよね。顔を上げるってなんだ？マイナーチェンジのことを、最近はフェイスリフトというらしいですよ。マイナーチェンジの方が、わかりやすいだろうが。何か難しい言葉を使う方が、僕って詳しいのよね感が出るからじゃないですかね。あ、そういうのに日本人は弱いよな。政治家や専門家あるあるですね。本当はそういう人たちが誰でもわかる言葉を使わなきゃいけないんじゃないかな。おや、親指を立てる必要があるのですか？ワンソクさん、ごめんなさい。ワンソクさんって誰だ？ドアのヒンジに、とても厳しい方です。こらこら怒られるぞ。そういえば、オルガン式にこだわる人って、いるよな。どちらも乗りましたけど、まあ都市伝説みたいなものですね。お前確実にアンチ増やしたぞ。助手席と運転席は、座面の調整ができます。こんなわずかなカーボンって意味あるのか？ボンネットに使うならまだしも、車内のカーボンはただの飾りですね。後ろは窮屈そうだな。身長170センチぐらいまでなら、結構座っていられますよ。全長5メートルぐらいの車なら、後ろも広いだろうに。車庫の長さが、この車でギリなんです。なんでもっと、大きな車庫にしなかったんだ。家を建てた頃は、この大きさで十分だったんです。ほんと最近の車は、どんどん大きくなるよな。大きくなって重くなって、エンジンパワーなんて、昔のスーパーカー並みの、
乗用車がバンバン走っていますからね。カウンタックでさえ、450馬力ぐらいだもんな。この S5 でさえ、0100なら、フェラーリ348に楽勝しますよ。マジか。今度買う車なんて、550馬力で0104秒だそうですよ。ちょっと待て、そんな話聞いてないぞ。さすがに冬の北海道は、厳しかったらしいですよ。厳しかったって、雪に強い四駆だろう。冬の北海道を、舐めないでほしいですね。トラックの落とす氷の塊が、道路にゴロゴロ落ちていますから。あとはウプ主の体調ですね。車高の低い車は、きつくなっていくお年頃ですから。それじゃあしょうがないな。でもポルシェ911は諦めていないらしいです。どんだけ乗りたいんだ。まあポルシェは男のロマン、とかのたまっていましたから。ははは、ガキだなまるで。なんでドリンクフォルダーなんて、紹介してるんだ。マサルさんリスペクトです。マサルさんって誰だ？ハイソカーに乗っていて、お友達がさほど多くない方です。おい、やめろやめろ。本当に消されるぞ。じゃありませんよ。マサルさん、すいません。この車も買ったときは、ハイエンドだったんだよな。そうですね。一週間後に RS5 の日本導入が決まったんですよね。あれにはびっくりしたぜ。でもどうせ高すぎて、買えなかったんですけどね。ははそうだったな。気温はメルセデス AMG や BM M パフォーマンスなどと比べて奥ゆかしい響きを持っています。なかなかいい音じゃないの。電気自動車ではとても出ない音ですね。電気自動車って最近流行りだよな。なんだか地球に優しいとか言ってますね。オートクルーズコントロールは驚異の時速 250km までセットできます。日本じゃいらないでしょう。アウディといえば四輪駆動のクワトロです。ちょくちょく動画にガンダムネタ入れてくるよな。ガノタなのでしょうがありません。アウディのクワトロシステムは走行する際に前輪と後輪の駆動配分を調整するシステムです。通常は前輪 40%、後輪 60% のトルク配分で走行していますが、雨天や雪道などタイヤのグリップ力が低下する場面で、グリップ力の高いタイヤを瞬時に判断して最適なトルク配分を可能にしています。また、足回りにはダンピングコントロール付きのスポーツサスペンション、走行特性が切り替えられるアウディドライブセレクトも搭載していますので、街中やワインディング、高速道路などあらゆる場面で安定した走りが楽しめます。そうそう、さっき新しい車のこと話題にしましたよね。ああ、0104秒のことか。はい、あれって F ペースの SVR なんですが、動画作成途中で車が変更になったんです。なんでそうなるんだ。発注後にニュージャガー 4U が発表になりまして。ああ、毎年新車に乗れるやつな。それに変更できないか聞いたら、まだ本国で受注されていないので微妙な OK になりました。サイドのキャラクターラインがこの車の美しさをさらに引き立てています。なので来年 iPace が来ます。
もうついていけねえ。皆さん、本日は愛車の S5 スポーツバッグを紹介しました。購入してから1年も経っていませんが、乗るほどにどんどん好きになってくる車だと思います。いつか機会があればパート2もお届けしたいと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。